さんこんにちは。地震の勝負レースを紹介するうまい勝負レース、今週担当させていただきます中慎二です。よろしくお願いします。私の今週のうまい勝負レースは共同通信杯です。共同通信杯は例年スローペースになりやすく、上がりの瞬発力勝負になるケースがほとんどです。過去10年の傾向を見ても前半ペースが落ち着くことから、前目でレースした馬が好走しており、後方一辺倒の馬は苦戦傾向にあります。今年の共同通信杯の出走登録馬を見てもスローペース濃厚で、また人気馬に差し馬が多いことからも、各馬道中の位置取りが非常に重要となってきます。そのため騎手の騎乗傾向もしっかり抑えておきたいポイントの一つです。共同通信杯に出走予定の騎手が過去3年の中央のレースでの先行率、これは3コーナー5番手以内だったレースの割合についてまとめてみました。これを見ると分かる通り、川田騎手、松山騎手は先行意識が高い騎手ということが見て取れます。そして今回の注目馬ですが、その先行意識が高い松山騎手騎乗のダノンベルーガに注目しています。この馬を評価したいポイントは新馬戦の内容です。まだキャリア一戦の馬ですが、前走の新馬戦の勝ち時計は過去10年の東京芝 2000m の新馬戦の中で最も速い時計でした。これだけでも評価できますが、これに加えて上がり 33.1 秒は過去10年の東京芝 2000m で行われた2歳戦の勝ち馬の中で最も速い上がり時計です。この対象112レースの中で上がり3波論 33.5 秒以下で勝った馬は過去に15頭います。ここから 1000m 通過が 63.5 秒を下回るペースで、上がり 33.5 秒以下の足を使った馬は5頭に絞られますが、このうち4頭はルージュバック、シャドーディーバ、エフフォーリア、ディーマジェスティといった後の重賞馬や G1 馬です。しかも2戦目以降に出した時計で、ダノンベルーガは初戦からこの時計で走っています。また新馬戦の時は馬体が緩かったことも加味すれば、ポテンシャルは相当の馬だと思っています。ただ一つ気がかりなこととして、1週前に調教師が気球後毛艶が冴えず体の張りも落ちて心身のバランスが崩れているとコメントされており、状態面に不安があるようなので、最終追い切りの内容はしっかりと注視したいと思います。続きまして、人気馬3頭の中で最も評価しているのはダノンスコーピオンです。まず前走の朝日杯の時計は早く、6着馬東進マカオ、8着馬プルパレイが次走3歳オープンでワンツーフィニッシュしていることからも、レースレベルは高かったと思います。またダノンスコーピオンはこのレースで直線勝負どころで前が壁となり、外が伸びる馬場の中、上位2頭より内に出さざるを得ない状況ながらもしっかり3着を確保しており、着順以上に強い内容だったと思います。また2走前のハギステークスで負かしたキラーアビリティが次走ホープフルステークスを勝っていることからも、この馬も十分 G1 戦線で勝ち負けになる馬だと思っています。エンジンのかかりが遅い馬なので、直線の長い東京コースは合いそうですし、今回鞍上が川田騎手に戻り、朝日やジオグリフより前でレースすることが想定されますので、展開面を加味しても人気馬の中で最も馬券に絡む可能性は高いのではないかと思っています。最後に人気上位5頭以外で馬券に絡むとすれば、アケルナルスターかジュンブロッサムあたりかと思いますが、特に穴で注目しているのがジュンブロッサムです。この馬の変えるポイントとして、レース内容、足質、状態面を挙げます。まず前走の未勝利戦は綿子着用の効果もあり、初戦で見せた内にもたれるところが改善され、東京芝 2000m でレコード勝ちでした。全体時計が速いにもかかわらず、上がり3波論 34.4 秒は非常に優秀で、2着馬ローシャムパークもかなりの素質馬だったと思います。これに加えてスタートが良く、前目でレースできる足質も魅力ですし、また1周前追い切りでは京都記念に出走予定のバカ引きレッドジェネシスを上回る動きを見せており、状態面もかなり良いと思います。以上が私の共同通信杯の見解となりますが、私の共同通信杯の最終的な印と詳しい買い目は、当日の天候や枠順、最終追い切りを加味した上でネット競馬うまい馬券で公表いたしますので、ご興味ある方はぜひそちらもご覧ください。また今後も予想家自身の勝負レースを配信していきますので、チャンネル登録して通知をお待ちください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。